埼玉あずまえ短期大学は埼玉県越谷市新越谷1-85-1に本部を置く日本の私立大学である。2011年に設置された。大学の略称はあずまえ。学校法人小池学園の運営により2011年埼玉県越谷市内に設置された日本の私立短期大学。設置された学科は幼児保育学科のみで男女共学。 なお、同じ7、左町内には、学校法人本部及び、同系列である武蔵野成城高等学校と、専門学校、あずま萌えビューティーカレッジがある。1973年に設置された、越谷高等家政学院に始まるとされる。以来、先修学校を経て、学科の増設や廃止があって保育系の学科を持つ、先修学校となった。2011年には、 旧来の保育専門学校を発展、開所して、埼玉東萌え短期大学を新設する。今な人となり、教育理念は、自尊、創造、共生。大学名である、東萌えは、東から火が昇るように燃え上がるに由来している。設備、現在、学生ラウンジ、パソコンルームなどが完備されている。現在は、設置されていない。ホームページより、 平成23年度、全国短期大学高等専門学校一覧50ページ、埼玉東萌え短期大学の校より、愛をもって人となすと読む。ありがとうございます。